はい、えー、本日はですね証券アナリスト二次レベル二千二十年試験ですね、えー、午前の出題と午後の出題をご一緒に見てまいりたいと思います私はレック講師の佐野三郎と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速ですね午前の第一問から見てまいりましょう第一問から第三問までは職業公益基準の出題ですね第一問二十点証券アナリスト職業公益基準に関する問いに答えなさい問一 文章の中の空欄1から14に当てはまる語句を答案用紙の回答欄に書きなさいただし空欄に入れるべき語句は職業公益基準の本文に用いられている語句とは限らないいうことで日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA が顧客向けに作成する証券分析レポートは正確構成客観的でなければならないレポートの作成にあたっては綿密な 調査・中点分析に基づく合理的かつ十分な根拠を持つことが求められ重要なまには事実ですね事実は全て正確に記載しなければならない他人の資料を利用する場合は丸これ出所ですね著者名を明示するなど十分な配慮をしなければならないですね次の段落でこれまで株式や投資信託の投資経験がない顧客に 投資推奨を行うにあたりデリバティブを組み込んだ複雑な金融商品を推奨することは投資の ④ ですね適合性ですね適合性の観点から好ましくないまず顧客の財務状況や投資経験投資丸5これは投資目的ですねを十分に確認し顧客属性に適した投資が行われるように考慮すべきである。 また間違いなく値上がりを見込めますなどと投資成果を「06」ですねこれは保証ですねするような表現は使ってはならないさらに投資管理の成果を顧客に提示する時は公正正確な表示に努めなければならないなお日本証券アナリスト協会は資産運用会社等が投資管理の成果の公正な開示を確保するためのグローバルな実施基準としてグローバル投資「07」ですねパフォーマンスですね 基ギップスを採用しているで次の段落で CMA は自身が保有する証券を顧客に推奨する場合その事実を顧客に丸です、ね、開示しです、ね、また当該証券の取引において事故よりも顧客を丸「九これは優先ですねしなければならない、えー、以上のように高い倫理観と専門家としての技能が求められるのは CMA と顧客との関係において医師と患者の関係と同様専門的知識を持っている側に信任義務が課せられるからである課,され課せらられるるかでであるですね、えー、信任義務には顧客の最善の利益に資することのみに専念しなければならないというル十これは忠実義務ですね。と専門家として最善の注意技能・配慮及び勤勉さを持ってその業務を遂行しなければならないという1十一ですね。 こちらは注意義務ですね。マ十が忠実義務、マ十一が注意義務ですね。がある。えー、さらに進みまして、CMA は業績の一定以上の変動や事業の売却、合併、買収などの証券発行者に関わるマル十二のマル十三な情報、いわゆる、えー、未公開のですね、重要な情報ですね。 を入手した場合いわゆる内部情報を入手した場合これを証券分析業務に利用してはならない金融商品取引法による内部者取引規制では売上高基準や資産等基準等で一定水準未満の情報を適用除外とする丸十四これは用語を知ってないと答えられないんですが軽,微基準軽いかすかなっていうわけですね軽微な基準の警備ですね警備基準が設けられているが 職業行為基準ではそのような基準は設けられていないことに注意を要するというのが問い一でございますね。問い二に進みまして、次のマ A からマ C の行為のうち、職業行為基準ただし総則2括弧1から2括弧を除くに照らして違反する行為を一つ選び、該当する条項例えば1括弧2のように末端の記号までを一つ示し その理由を述べなさい <coughs> なお <coughs> 一つの行為が複数の条項に該当する場合は一つだけ示せばよいと,というわけですねで、丸いは A 証券のお客様相談課に勤務する高木さん CMA は父親が亡くなりはからずも複数の株式を相続したのでその内容を会社に届け出た お客様の投資相談にあたって当該株式を進める場合には自身が保有していることを説明しているというわけでえこの行為にはですね特段え職業雇用基準に触れることはなさそうですね。で投資一人口座を運用するファンドマネージャーの小林さん CMA は厳選した株式30銘柄程度に集中投資すると運用方針を説明している。ししかし 足元の世界の経済環境が微妙な状況にあり集中投資することのリスクが高まっていると考え顧客に説明し了承を得た上で開示して説明変更重要な変更ですけれどもそれを説明しているわけですよねで了承を得て一時的に投資銘柄を銘柄数を50銘柄程度に増やしているこれも証糧公益時にですね触れる問題というのはなさそうですね。で 証券会社のアナリストである松本さん CMA は担当する衣料品製造小売業の B 社が増収増益を過去5年間続け今期も増益予想のため買いいレレーーングををししたレポートを公表している12月に入ると暖冬の影響で冬物衣料品の販売が全国的に不振であると経済誌が報道したが松本さんは多忙のため B 社の業績予想やレーティングを見直した レポートの作成を先送りしていたということで、えー、状況が変化したにもかかわらずですね「えー、海水晶」というレポートに関してですね、えー、合理的かつ十分な根拠をです、ね、形成するだけの注意を尽くしていないということですからこれは基準3の。 綿密な調査分析に基づく合理的かつ十分な根拠を形成していないとも言えますし、えー、専門家として十分なですね勤勉さ注意技能配慮及び勤勉さを尽くしていないと 6, 6の括弧に違反すると言えそうですから正解はまるしいというふうに考えられます。今申しし上げましたように 先送り行為がですね丸の,の方が適切でしょうかね <laughs> 専門家として十分なですね専門家として尽くすべき注意技能配慮及び勤勉さを尽くしていないからといった程度の回答でよろしかろうと思いますね。以上が第1問でございますね。 第20点の問題で「X 銀行で支店勤務の谷さん CMA は中堅の営業担当者として投資信託の販売実績を高めることに日々取り組んでいる」「中堅の営業担当者として投資信託の販売実績を高めることに日々取り組んでいる」「3月15日食品メーカーが退職した新田さん65歳が来店した」日田さんは 資産運用を工夫してこれからのシニアライフをエンジョイしたいと語った谷さんは資産運用の前にまず資産の状況やこれからのライフイベントを確認しましょうと提案した谷さんは新田さんにさまざまな質問をして X 銀行の普通預金500万円以外に Y 銀行に定期預金1000万円 Z 証券に国債が100万円ある現在の収入は年金のみで年間200万円 <coughs> 住宅ローンは 関西して自宅で妻と二人暮らし三十五歳の一人息子は米国の石油会社に就職してテキサスに在住投資経験はほとんどない夫婦とも健康なので世界遺産の旅をしたいことを聞き出したと、えー、まず投資家の状況を把握しようとしていますから適切な行為ですね谷さんは 投資信託は専門家がさまざまな証券に投資して運用するのでリスクが分散し預金並みに安全な投資商品ですと説明し Y 銀行の定期預金を解約して X 銀行で投資信託を購入することを提案した。投投資資は預金並みに安全な投資商品ですという表現は明らかにえ不適切な表現ですけれども あの職業公益基準の関係でも言いますとです、ね、これはどちらかというとですね投資の成果を基準3の括弧為のです、ね、投資成果を保証するような表現を用いている違反行為に当たりそうですねと提案したと。で問題に戻りましてしかし新田さんは投資に慎重でこの日は投資信託の購入に至らなかった。 そこで谷さんは1,000万円以上の投資信託を購入してもらうには新田さんの手元資金を増やすことが必要だと考ええー、新田さんの自宅にリバースモーゲージを適用して投資資金を調達することを思いついたリバースモーゲージとは自宅持ち家を担保にして自宅に住み続けながら銀行から融資を受けられる主にシニア向けの商品であろう。 日田さんは自宅を担保に X 銀行から融資を受けて資金を入手し日田さんの死亡後に自宅を売却することで債務を返済できる日田さんの自宅を調べると4000万円相当の担保価値があることが分かったというわけですけれども顧客に負債を合わせるっていうのはですね顧客のレバレッジを高めようという非常にリスキーな作戦ですねえー、ともあれ問題文に戻りまして3月22日 新田さんが再び来店した谷さんは自宅を担保に融資を受けて資金を得られる X 銀行のリバースモーゲージを提案した谷さんはリバースモーゲージを契約すれば当行から融資を受けられますえ順序は前後しますが「融資を前提に先に Y 銀行の定期預金を解約して投資信託を購入しましょう後日資金が入ればまた定期預金にすればいいんです」と勧誘した。 3月の投資信託の販売額を1000万円上乗せできれば谷さんは支店トップの営業成績になる可能性があったそこで谷さんは募集期間が3月末までの米国資源株ファンドテキサスナインに注目し着目し実績のあるプロが運用する投資信託です息子さんも石油会社に勤務されているし地球の人口が増加する中原子力発電所の増設も困難ですから石油関連の株式は上昇トレンドが続きます とセールストークを展開したえた、ー、この行為はですね、えー、基準4のカッコ3のですねカタカナの投資対象の選定またはポートフォリオの構築を行う際に適用する基本原則と手法およびこれらについての重大な変更ロ、えー、個々の投資対象の基本的特徴といったことを開示しておりませんね。 えー、基準の三のですね、格差の重要な事実についてすべて正確に示すことにも触れるように見えますね、えー、で、日田さんが勇者はいつ頃になりますかと質問しても谷さんはきちんと回答せずに前は急げ今ですよと東進託の論文書をペラペラ見せただけで趣向し ということですから今述べた二つの情報ですねの違反になりますねこれはこのテキサスは今月末が募集期限ですから CMA の資格を持つ私を信じてご決断くださいと頭を下げたと新田さんはなぜ米国の資源株にだけ投資するのか納得ができなかったが CMA のタ谷さんが進めるので大丈夫だと思い我々銀行の定期預金を満期前に解約し3月25日にテキサスナインを 1> 1, 万円分購入したというわけですね投資経験がです、ね、ほとんどなくて、えー、老後の資金を投資している新田さんにですね、えー、資源株ファンドという集中型でしかも比較的ハイリス型も臆されるファンドを推奨して購入させるということはですね基準4の過去、ね、に適合性に反してますね。 でえー、基準3のですね、括、え、弧、ー、1のですね、綿密な調査分析に基づく合理的活用要の根拠があったとも言えないということですから、えー、いくつかの違反がここにありますね。で問1見てみますと 3月15日の谷さんの顧客対応に関して証券内閲と職業行為基準ただし相続2括弧1から2括弧5は除くに照らして適切な行為を1つ違反する行為を1つ挙げそれぞれについて該当する状況たと条項例えば1かっこ2のように末端の記号までを1つ示しその理由を述べなさい。なお1つの行為が複数の条項に該当する場合は1つだけ示せばよいということで条項は1つだけ示せばいいんですね。 適切だったのは新田さんにさまざまな質問をしたことですね。